お散歩中に本当にあった危機一髪、コーギーのお友達が経験したお話です。その子はお散歩中にツツジの花を食べてしまったんです。家に帰ってから嘔吐、ふらつき、大量のよだれが出て慌てて動物病院を受診し、中毒症状と診断され注射を打ってもらい、数時間後に回復したそうです。ツツジの花、葉っぱにも毒があるそうです。身近にたくさん咲いている花だけに注意しなくてはいけないですね。次はヨーキーのお友達が経験したことです。お散歩中に蜂が落ちていたのを踏んでしまったんです。まだその蜂は生きていて足の裏を刺されてしまったそうで、嘔吐、呼吸困難を起こし一時心肺停止になったそうです。幸いすぐに病院に飛んで行って回復して、何日か後にお散歩してるところに会って話を聞いたわけですが、すごく怖かったとママさんが言ってました。飛んでくる蜂は危険だとすぐ避けるじゃないですか。でも道に落ちていたらそこまで危険と思わないですよね。真っ黒で小さな蜂だったそうです。3つ目はうちの先代コーギーのやらかしたことです。アッキー、銀杏を食べてしまったんです。それまでもう1個食べちゃったことはあって、獣医さんにも下から出てくるよと言われたんですが、その時は食べてから3時間くらいして吐きたいのに吐けない様子を繰り返し、明らかに変だったので慌てて病院へ。中毒を起こしてるねと注射3本打ってもらいました。吐いたら吐いたでいいから、だんだん良くなってくるからと言われ、その後すぐ元気になりました。後から銀杏が3個下から出てきました。その時も1個食べたのは見ていてダメと叱ったけれど、3個も食べてたとは。それ以来銀杏の落ちていそうな道は避けています。どうしても通らないといけない時は抱っこです。以上、お友達と自分の先代が体験した危険3つでした。お散歩中はくれぐれも愛犬から目を離してはいけないですね。